じゃあね、ちょっと開封すると、じゃ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 ん。はい、どうもこんばんは、かちゃんねのかずでございます。捨て場じゃねえし。いやー、このおかめ納豆からは僕んとこ仕事来ないでしょ。これはね、僕のお気に入りでございます。よくですね、こういう T シャツ着てるとね、なんか言われるからね、とりあえず言ってみた。いや、こういうこと言うからね、なんか話が長くなる。中身薄くて動画長いみたいなね、それがカズチャンネル。いや、そう、本日はね、そうじゃなくてですね、なんかね、去年とか一昨年とかね、やっぱなんかゴーグルの電子的なやつって流行ったでしょ。僕もね、なんかちょっと、ああ、いいな、みたいな、興味はあったんだけど、結局ね、何もなってない。ただね、今回、なんかですね、ちょっと、メガネのピーみたいな感じのものをですね、手に入れていきました。はい、というわけで本日ご紹介いたしますは、こちらでございます。はい、こちらですね、ブルーオーシャンと言うんですけども、皆さんは、これ何かわかるかな？わかんないよね。というわけで早速、開封していきましょう。はい、比較的ですね、カズチャンネルは家電好きな方が多いからね、見るとわかるかもな。じゃあね、ちょっと開封すると、じゃ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 ん。あ、ちょっとなんとなくわかるか。もうわかるよな、これ。ちょ、これ借り物だから。借り物だから、ちょっとね、こっちの本気開けはやめといて。はい、ポンと。はい、こちらがですね、今の機械の部分でございますね。もう、これ見るとなんとなくわかるでございましょう。じゃあですね、もう片方のこのパーツの方見ていきましょう。こっちの方がですね、結構コンパクトだな。じゃ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 ーんと。はい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 。結構最新素材と聞いたんですけども、ベータチタンですって、これ。ほんで、重量はですね、このフレームだけだと 9g。ほんで、こちら本体も 9g で、あとはレンズの重みという感じ。ほんで、これ何がどうなるのかというとね、これ、ここ見るとさ、アタッチメントがございまして、これをですね、こんな感じで取り付ける。こんな風に一体になるでございますね。はい、そんであとさ、これどうすんのかというと、ただね、かけるだけだよね。どうだろう。私、メガネ似合うのかな、これ。まあ、これですね、まあ、取り外すときはですね、これ、このままですね、後ろに引っ張るだけ。ほんで、まあ、取り外せて、ほんで、まあ、これを、こう、セットする。もうわかるよね、これ。ただの、ヘッドセットでございます。ほんでね、もちろんね、これ設定簡単だと思うんだ。ちょっとね、設定してみましょうか。多分ね、ここら辺押せば電源がつくと思うんだけど、あ、ついたかな？はい、電源つけたらね、出てきましたね。このね、ジャブラっていうのかな？ジャブラミニってやつでございます。え、もう接続完了だ、ほんで。んじゃですね、早速ちょっとこちら使ってみましょうか。ほんならまずこちらをですね、ここにセットいたしまして、ほんでこれにね、電話をすればいいんだ。よし、電話するぞ。はい、ほんで、あとは、これを取り外して、押すといけるのかな？音楽止まる？はい。あ、止まった。あ、いった。ちょっとわかんないよね、これ。ちょっと待って、どうすればいいんだ？スピーカーモードにしたよ、これ今。うんじゃね、ちょっと待って。今から電話するから。電話するっていうか、他の部屋から話すから、どんな感じに聞こえるか、ちょっと聞いてくれ。はい、どうも。マイクテスト。どうも、こんばんは、カチャンネルのカズでございます。ナム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 ナ
これわかるかな、表面ひどいね。ここですね、ピッと押すと切れた、あ、切れたね。はい、とまあこんな感じのですね、シンプルなヘッドセットでございます。なんかね、カメラがついたりとかさ、そういう特殊機能はなし。僕はね、ぶっちゃけこれは必要ない側の人間だってさ、電話ほとんどしない人なんだもん。ほんとにね、1週間に1、2回ぐらいしか電話しないのじゃないのかな。ただね、仕事とか、やっぱこれビジネスマン向きだと思うんだ。よく電話する人。ほんでね、電話しながらさ、こうやってさ、なんか、
いろいろやる方いるじゃん。そういう人のために、うちのおじさんが開発したものでございます。いや、うちのおじさん、これね、これ、ポン。これとか言っちゃダメだけど。うちのおじさんね、自分が本当に欲しいものね、自分で作っちゃう癖がございまして、ホームシアターで、まあ、スクリーンを取り付けてる方だったら、1回か2回は聞いたことあるかもしれませんね。シアターハウス。そう。そこの、社長が僕のおじさん。いや、ほんとね、我がおじさんながらね、やりますね。ただね、よくビジネスマンとか見てるとさ、こうやってね、耳にこう、取り付けながら、こう、出かけたりとか、いろいろする方いるんですけども、僕はね、この耳に取り付けたまんまはね、あんま好きじゃないの。理由はね、どうなんだろう。この耳に入れるタイプってさ、多分人によると思うよ。痛くなる人いるんだよね。ちなみに僕そっちのタイプ、耳入れるタイプのイヤホンはね、ほんと1時間を超え始めるとなんか痛くなるからね。例えばさ、これ。別にね、Apple ディスってるわけじゃないけど、こっちタイプのやつはね、痛い。ちなみにこれはね、防滴機能はございませんので、雨に濡れたりとか、大量の汗とかでね、濡れたりするとダメなんだけどさ、ランニング中にもしかするといいかもしれないね。ランニング中電話あったらさ、これ、ピッて外して、ほんでピッと押して、耳に入れる。ほんでまあ、耳に入れるとこんな感じだよね。ほんで電話が終わったら外して、ほんでここに、パスンと入れる。まあ、ほんで、もちろんね、仕事、普通の仕事中とかもさ、こんな感じでやったりとか、あと、これはね、かなりグレーゾーンにはなるけどさ、車の時とかはどうな、乗ってる時どうなんだろうね。Bluetooth ヘッドホンはね、OK とされてるけど、運転中に操作しちゃいけないとかあるからね。まあ、多分やるとしたら、脇の方に止めて、ほんで、これ取り外して、耳に入れて、ほんで、ピッと電話に出て、ほんで走り出すとか、そっちだったらセーフなのかな？まぁ、ちょっとそこら辺もよくわかってないんだけどね。まぁ、こんな感じでですね、メガネ一体型、取り外し型か。取り外し型の、レシーバーでございます。まぁ、ほんで、先ほど言ったようにですね、福井は、メガネの産地。サバエって言ったらメガネだからね。もう日本のなんか8割とか9割とかね、そんぐらいメガネ工事がもういっぱいあるわけ。ほんでこちらですね、全3色あるみたいです。まずね、今回私がしたブルータイプのもの。ほんで、こちらがですね、レッドタイプでございますね。まあ、レッドはレッドでも、オレンジの濃い感じの色だな。これかけると、こんな感じでございます。ほんで、最後はね、こちら。はい、オレンジタイプでございますね。はい、オレンジをかけると、こんな感じでございます。ほんでですね、これ、メガネする方ですね。僕、これ、普段しないからよく分かってなかったんだけどさ、これを持って、メガネ屋さんに行くと、それに合わせてね、このガラスを、ちゃんと銅色のやつに変えてくれるらしいね。まあ、だからですね、銅を入れる必要がある方はですね、そんな感じで使ってみてください。こちらですね、商品購入ページにつきましては、下の概要欄の方にですね、貼り付けておきますので、もしよかったら見てみてください。ほんで、これ今 Amazon で販売されてるんだけど、これのちゃんとしたホームページもございまして、そちらにですね、ちゃんとした詳細の方も書いてあるみたいです。もしご興味ございましたら、そちらの方も合わせてご覧になってくださいませ。以上ですね、ちょっと最新っぽいヘッドセット付き、グラスのご紹介でございました。